皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。今日は、産婦人科医が伝える絶対に使ってほしいフェミニンケア用品ベスト5と使ってはいけないフェミニンケア用品についてお話をさせていただきます。そのベスト5なんですけど、まあ、ベスト5商品じゃないんですけどね、使ってほしいもの5つっていうとこの5つになります。まあ、1つ目が外陰部専用ソープ、2つ目が保湿兼黒ずみ予防クリーム、3つ目が膣洗浄機、4つ目が外陰部専用スプレー、5つ目が潤滑剤。この5つのアイテムっていうのは、まあ、ぜひ使ってほしいかなと思う5つであります。外陰部専用のソープ、まあ、デリケートゾーン専用のソープが必要な理由なんですけど、体っていうのはアルカリ性のこうボディーソープで使うんですけど、外陰部っていうのは体と違ってすごく下着をつけているので蒸れたりとか、織物シートとかナプキンで蒸れたりとかするんですね。そうするとこういった肌のとこ以上に雑菌とかが繁殖しやすい場所になります。ですのでデリケートゾーンには弱酸性のものを使ってほしいと思うんです。で、今はそのネットで検索するとこういったケア用品ってすごいいろんなピンキリのものがあって悩むんですけども、まあ、大体1000円から1500円程度のもので十分いいものが使えます。ポイントっていうのは中に乳酸が入っているものがポイントになります。で、2つ目の黒ずみとか保湿用のクリームなんですけど、まあ、大体保湿用のクリームと黒ずみ予防のものは、まあ、兼用で大丈夫だと思うんですね。で、そもそも黒ずみというのは、まあ、こうきつい下着とか緩すぎる下着をつけて擦れてしまったりとか、歩いている時に擦れてしまったりとか、まあ、強い刺激でメラニン色素が増殖し刺激されて黒ずみが発生するというふうに言われています。また乾燥があると痒いのでかいたりして、それも黒ずみの原因になったりするんですね。それでそのために保湿と、まあ、黒ずみ予防のクリームは使ってほしいと思うんですけど、これこそまさに値段に関してはピンキリなんですよね。本当にたくさんのものがあって、特に美白クリームっていうのに関しては値段が結構高いものもあって迷うと思うんですよね。安いからいいっていう、安いのは悪いとか高ければいいっていうものでもなくて、美白成分がちゃんと入ったものにしてほしいなと思います。3つ目は膣洗浄機です。ここ日本には2種類あるんですけど、よく似てますけど実はこれ違うものです。こっちが花見水という会社のインクリアというもの、こっちがジェクスという会社のゼリープラスメディカルというやつなんです。まあ、よく似てるんですけど、両方ともこの中に乳酸が入っています。で、こうキャップを取ります。で、タンポンみたいにして膣の中に入れます。なるべく奥に入れます。そうすると中にこういうゼリーが入ってるんですね。こういうやつです。この中に乳酸が入っていて、膣の中のこう酸性とアルカリ性のバランスを整えて雑菌が繁殖しにくいような状態にするんですね。で、これを使うことによって匂いとか、あと織物が多いとかかぶれとか、そういったものの予防になります。もちろん織物が多すぎる場合には病院に来てもらって治療しないといけないんですけども、ちょっと匂いがすると嫌かなとか気になるかなっていう程度のものであると十分効きますので、これもおすすめです。これです。4個目、これ外陰部専用のスプレーなんですよね。で、これは何に使うかというと、外陰部の皮膚が蒸れやすい人とか、かゆみが出やすい人なんかに超おすすめなんです。よく外陰部が痒いというと病院行くと塗り薬が処方されるんですよね。けど例えば毎日仕事されている方で、トイレに行く時間にわざわざこう塗り薬を持っていてキャップを開けて塗るって結構めんどくさい作業なんですよ。で、その点これだともうシャーッと一吹きなんです。ちょっとやってみますね。こんな感じなんですけど、これね、逆さまでもちゃんと出ます。で、これをやるとすごいサラサラになるんですね。この中に脇汗スプレーと同じように汗をかいても蒸れにくくなるようなサラサラ成分と、あと乳酸が入っています。
で乳酸が入っていることによって表皮の雑菌が繁殖しにくくなるので、すごくかゆみが出にくいとかかぶれにくくなるという、本当にすごい優れものなんですよね。これはぜひバッグの中に携帯して、特に蒸れやすい夏とか、あとは冬でも厚着をしてまたこう蒸れてしまう方なんか、トイレに行くたびにこうシャッと一吹きっていうので、もうバッチリおすすめです。5個目、今度潤滑剤ですね。潤滑剤っていうと一般的にはこう外に塗るタイプのゼリータイプのものっていうのを一般的にこう想像すると思います。まあそれはそれでいいんですけども、外に塗るタイプのものってそもそも手が汚れるじゃないですか。そしてさて性交セックスをしようと思った時にベタベタするじゃないですか。でも実際には膣の中には潤滑剤は入っていないので、入れる時に一瞬スムーズではあるんですけども、すぐに効果が薄れてきてしまって途中から痛くなっちゃうんですね。でその点この鼻目線のウェットトラストプロ、これすっごい優れものなんです。これさっき の膣洗浄機と似てますけども、この中には乳酸は入っていません。これも同じようにですね、膣の中に入れて、こうやってこう膣の中に入れると潤滑剤ができます。これの素晴らしくいいところはですね、膣の中に入れるので手が汚れない。あとそれから、液だれがしない。まあ、目の前でベタベタ塗ったりする必要もないんですね。さて、いざセックスをするって言った時に、トイレにささっと入っていったりとか、こうシャワーを浴びた後に、その後にシュッとこう入れたりしてですね、でそのままスタスタ歩いても液だれしないので、相手に気づかれない。で、そして相手の指が入った時に、やっとエアオラをスルッと自然に出てくるので、もうすごく自然に濡れた感じがするんですね。そしてこれね、これ匂いもしないですし、ね、味もしないんですね。ちょっともう一回舐めてみます。そう、味がしないんですよ。こんな感じで相手に本当に気がつかれなくって、今日はどうしたんだいみたいな感じで言われちゃうような感じ、これすごいおすすめです。まあ、このようにですね、フェニミンゾーンっていうのはいろいろこう用品があるんですけども、私としてはこの5つのアイテムをおすすめしたいと思います。逆にですね、使ってはいけないというか、これはどうかなと思う、デリケートゾーン専用のケア用品というのもあります。中でも私がうーんって思うのは、いわゆる美白を歌うクリーム系です。すごく安いものもありますし、1本1万円近くするものもあって、本当にこう洗濯するときに困ると思うんですけれども、乳酸が入っているとか、あとは菌を調整する作用があるとか、保湿作用があるっていうものは山のようにありますけども、美白をするためにはやはりメラニンを抑えるような美白のための成分が入っているっていうことが必要になります。なので安いのって、まあ、2000円ぐらいのものって手に取りやすいと思うんですけれども、よく私それなんか見たらですね、やはり安いものの中には美白成分がないとか、美白成分がほとんど入っていないっていうものもありますので、よく内容を見てほしいなと思います。それからあと美白に関してはもう一番に書いてあるように、メラニンを抑制する美白成分が入っているものを選ぶことも大切なんですけれども、その他には美白に関しては日常生活を健康的に送って、肌のターンオーバー、まあ、入れ替わりを促すっていう必要もありますし、デリケートゾーン専用のソープを使って乾燥しないようにするっていうことも必要ですし、あとは洗いすぎない、そして肌を守るということも大切です。カミソリでの自己処理は肌が荒れてしまう原因になりますので、やめてほしいと思います。また下着もきつすぎたりとか緩すぎる下着は、メラニン色素をこう刺激して黒ずみの原因になりますので、それはやめてほしいなと思います。このように美白のクリームの質も大切ですけども、日常生活に気をつけること、これもすごい大切なことなので覚えておいてください。